将棋の第71期王座戦5番勝負第4局が11日、京都市のウェスティン宮ホテル京都で刺され、挑戦者、藤井聡太七冠イコール竜王、名人、王位、栄王、棋王、王将、棋聖イコールが長瀬拓也王座を後手番の138手で破り、3勝1敗で王座を初奪取。将棋のタイトル全8冠を制覇した、以下は終局後の記者会見のやり取り。 今の率直なお気持ちは、うーん、そうですね、こういう結果が出るとは思っていませんでしたので、すごく嬉しく思っています。一方で今シリーズは苦しい将棋が多かったので、やはりまだまだ。八冠達成の充実感は、目標にしていたわけではないので、今後も変わらず取り組んでいきたいし、王座戦の経験を糧にできたら。ハブ義治九段は全七冠を達成。 並んだという意識は、記録で並ぶことはできたかと思いますが、羽生先生はその後もトップのプレイヤーで活躍しておられるので、自分も息が長く活躍できるようになれれば。シリーズの内容は、どれも難しい将棋、終盤、はっきり負けの局面もあった。逆のスコアでもおかしくなかったと思うので幸運な結果。ご準備をされ、 中盤以降も的確に刺された長瀬王座の強さを感じ、勉強になることが多かった。タイトル戦に限れば、挑戦のリーグ戦などの参加がなくなるが、モチベーションをどう保つか。時期によって対局数が偏りがどうしても出てくると思うので、そこをどう補っていくか考えたい。歴代騎士最強、という騎士の声も少なくない。比較は一概には言えない。 そう言っていただけることは嬉しいですが、そうではないと思っている。今後の目標は、まずは実力をつけること。その上で面白い将棋を指したい。将棋の面白さとは、笑顔で一言では言えないですが、将棋は取った駒を持ち駒として使えるのが大きな特徴。中盤、終盤と局面が進み、複雑になるところが面白いところ。改めて歩みを振り返ると、 4段になってから、あっという間だったかなと感じています。タイトル戦に出られるようになってから、思ったよりもいい結果が出せたから。家族や師匠、杉本正隆八段には、後で伝えられたら。昨年の五冠達成の際には、富士山に例えて、森林限界の手前ぐらい、と表現したが、今は。結果は出せたが、実力という点では当時と同じく課題が多い。 頂上が見えるということは全くない。手探りで試行錯誤しながら進んでいきたい。ファンにメッセージを、まだまだ実感がありませんが、八冠にチャレンジできたことは貴重な機会でしたし、それをつかめたことは嬉しく思っています。今後もしっかり、皆さんにいい将棋をお見せできるよう取り組んでいきたいです。